オナマズが描かれたナマズエオオナマズは巨大なナマズの姿をした日本の伝説の生物。地下に住み体を揺することで地震を引き起こすとされる。地震にまつわる古代の世界観として地底には巨大な毒蛇が住んでおり、この蛇が身動きをするのが地震であるという世界蛇伝説がアジア一帯において共通して存在していた。これは日本語同様で、 江戸時代初期までは、龍蛇が日本列島を取り巻いており、その頭と尾が一致するのが、鹿島神宮と香取神宮にあたり、両神宮が頭と尾それぞれ金目石で押さえつけ、地震を沈めているとされた。しかし時代が下り江戸時代後期になると、民間信仰からこの龍蛇が生図になり、やがてこれが主流になった。安政地震の後には200種を超える生図絵が出回った。 特にこの地震は、黒船の来航中の出来事であったため、黒船自体がナマズに比類するものとみなされたとされる。ただし、ナマズと地震の関係について触れた書物としては古く、日本初期にまで遡ることができると言われる。安土桃山時代の1592年、豊臣秀吉が伏見城追記の折に家臣に当てた書状には、 ナマズによる地震にも耐える丈夫な城を建てるようにとの指示が見え、この時点ですでにナマズと地震の関連性が形成されていたことが伺える。ありがとうございます。